What's up guys? 皆さんこんにちは、ルトです、今日は東京都内の僕がおすすめするおしゃれスポット5つを紹介していきたいと思います。はい、ということで、東京都内のおすすめスポット5つを紹介するということで、僕の一押しする場所をこう5つ厳選して紹介するんですけども、今日めちゃくちゃ天気良くて、もう11月とは思え、まあ、10月後半かとは思えないぐらいあったかくて、おしゃれスポットを巡る日和といいますか、完全撮影日和なので、ちょっとこう今テンション上がってるんですけども、こう僕普段ってこう撮影とかで結構こう、まあ映像映えする場所とか、こう写真写りがいいところって行くこと多いんですけど、まああと同時にこうプライベートでも結構そういう、まあ開放的なカフェとかちょっとおしゃれなところって結構行くの好きなんですよね。まあ、なので、まあ、東京都内せっかくいろんなおしゃれな場所がある中で、皆さんがこう、作業する場所とか、単純にこうゆっくりする場所とか、まあデートとしてもね、こう使える場所なんかを、まあ皆さん参考になるようにこうちょっと紹介できればなということで、今回動画撮っております。で、まあ本当に見た目がおしゃれなだけじゃなくて、こう電源が Wi-Fi あったりとか、めちゃくちゃ席が空いてるとか、コーヒーが美味しいとか、こういろいろ魅力が詰まってる場所を5つに絞ったので、皆さんぜひ参考にしてみてください。それでは早速1つ目の場所からいきたいと思います。 Let's go! Just watch me now. Just watch me. Just watch me now. Just watch meJust watch me now. Just watch me. Just watch me now. はい、ということで早速一つ目の場所に今来たんですけども、ここはリトルダーリングコーヒーロースターズという場所です。やばくないですかこれ一発目から。ここはマジでおすすめしたいんですけど、場所的には南青山の外苑東通り沿いにあります。で、最寄り駅は乃木坂で徒歩4分ぐらいですね。このカフェ自体が一個の場所としてあるっていうよりは、シェアグリーン南青山ってい う, こう複合施設みたいな場所にあるんですよね。で、その複合施設の中には、まあ、もちろんこのカフェもそうなんですけど、お花屋さんだったりとかオフィスだったりとか、まあ、一個にまとまってる場所の中にあるっていう感じなんですよね。で、ちょっとね場所が分かりづらいんですけど、その外苑東通りを歩いていくと、このシェアグリーン南青山の看板がありまして、で、その、ちょっと駐車場みたいなところに、そこ入っていくとこうなんかリゾートっぽい木が見えてきて、入り口入っていくとここがバーンと開けて出てくるっていう感じですね。もう本当に初めてこう来た時はね、本当テンション上がりましたね。ヨーロッパっぽい南青山にこんなに広い土地があったんかっていうぐらい、あの広いんですよ今見ての通りね。はい、で、もちろん、店内もすごくおしゃれで、作業もできるぐらい広いスペースでなんですけど、やっぱこの外のテラスが目玉ということで、外でこうね、天気の良い日は、まあ、ご覧の通りこう、あの外でゆっくりする方が多いんですけど、まあその気分に合わせ中でも外でもこうゆっくりできるかなっていう感じです。で、メニューも、かなり豊富で、普通のコーヒーとかもあるんですけど、まあ、ランチだったりとかこう食事みたいなのもたくさんあって、ちょっとね珍しいメニューもあるんですよ。で、僕が今日頼んだのがこのゆずエスプレッソっていう、もう初めて聞いたんだけどっていうぐらいの飲み物なんですけど、まあ、なんかゆずの炭酸ジュースとエスプレッソが合うらしくて、ちょっとあのチャレンジングの飲み物としてちょっと頼んでみました。ちょっと飲んでみたいと思います。斬新な味ですね。で、この場所は僕今日平日に来てるんですけど、平日でも結構ね天気いいって混むので、多分土日とかだとね結構並んだりするんじゃないかなって思うので、ここに来る方は多分平日に来た方がいいんじゃないかなって思います。はい、もうとにかくねおしゃれで広くて、もうねこういう開放的なとこ僕めちゃくちゃ好きなんでね、ぜひ皆さんにもこのチルさを体感していただきたいです。インスタの写真とかもすごくいいのいっぱい撮れると思うんで、こういうおしゃれなスポット好きの方はぜひ来てみてください。はい、ということで2カ所目はですね、南青山の3丁目の交差点の近くにあるレイシオ&シーというところに来ております。はい、ここもかなりおすすめです。で、ここってカフェというよりは、あのブリヂストンさんのこう自転車のカスタムグッズとか、まあ、自転車とかも借りれる場所なんですけど、こうカフェが併設されていて、まあ作業もできるし、カフェタイムも楽しめるし、まあ、自転車も借りれるっていう全てがね、あの1カ所にまとまった場所なんですよ。で、ここは実は前僕が自転車乗ってこうサイクリングするみたいな Vlog の時に、あの来させていただいた場所なんですけど、ちょっとねあの雰囲気が良すぎてね、ここかなり気に入ったので、こうおすすめスポット2カ所目とさせていただきたいなと思います。で、普通のこうレンタルサイクルとかって、あの1時間1500円とか2時間で3000円とかそういう感じだったんですけど、このお店は1日料金でかなり安い金額でね、あのおしゃれな自転車借りれるので、こう外のアクティビティとかそういうサイクルに、ね、興味ある方もねかなりおすすめなんじゃないかと思います。で、こういう今僕が座っているところがカウンター席で、ちょっと奥の方にもこう作業スペースみたいなところがあって、まあ、電源も Wi-Fi も完備しているということで、まあ、クリエイターの目線からしてもかなりいい場所なんじゃないかなと思います。
ちなみにこれ前回借りた自転車なんですけど、めっちゃおしゃれじゃないですか。ちょっとまだ見てない方は、都内でサイクリングをしてみた Vlog みたいなやつ見てほしいんですけど、かなり僕この自転車気に入って、ちょっと買おうかなって思ったぐらいなんですけど、まあ、この、お店がね、レンタルサイクルの自転車がね、おしゃれなものばっかりなんで、ぜひとも来ていただきたいですね。はい、ちょっと移動しまして、3つ目の場所はですね、原宿駅の目の前にあるウィズ原宿っていう複合施設の中にあるカフェになります。イートリ原宿っていう場所ですね。はい、でここのウィズ原宿は、結構話題になった場所で、こう IKEA とかユニクロとかが入ってる場所なんですけど、そのカフェも中に入っているということで、結構今ね人気が出てきているカフェだと思います。でかなりテラス席がこう広くて魅力的らしいので、ちょっと今から行こうと思います。さっき言ったように複合施設なんですけど、お店があるだけじゃなくて、ちょくちょくこう外で、ね、休憩するスペースみたいなのがあるんですよね。見えますかね。なんでこう写真撮る場所としてもいいですし、ちょっとショッピングの合間に、ね、休憩するなんていうのもできる場所かなと思います。はい、改めまして3つ目の場所ですね、イートリ原宿に来ております。ちょっともう眩しすぎてもう顔が焼けそうなんですけど、どうでしょう。ちょっと今座ってる場所が一番おしゃれな場所というか、正直あんまいい席じゃないんですけど、ちょっとお客さんも多いのでね、そこに座ってるんですけど、店内自体はめちゃくちゃおしゃれなんですよ。ここウィズ原宿っていう施設に入ったら、まず入り口のところにこうちょっと小物とかおしゃれなね、こうワインとかお菓子とか置いてあって、そこを抜けるとカフェがあります。でこのカフェ自体、カフェスペースとレストランスペースでこう2箇所に分かれていて、今僕が座ってるのがカフェスペースになっております。でこの後ろにあるのがね、そのレストランで、こっちはその本格的なイタリア料理とか、ランチができる場所で、こっちはちょっとこう軽食というかカフェタイムを楽しむ人たち用の場所になってますね。こう分かれてるんですよ。こっちのカフェスペースは見て分かる通り、こう本当に机と椅子だけなんですけど、後ろのねレストランスペースはちょっとソファー席もあるみたいなんで、あそこはちょっと予約できるのか分かんないんですけど、ちょっとデートとかだったら、せっかくだったらそういうねソファー席でゆっくりするのがいいんじゃないかなって思います。で場所は先ほど言ったように原宿の目の前にあるんですけど、出口としてはね、竹下通りと表参道口の間ぐらいなんですよね。だからどっちから来ても近いと思うんですけど、IKEA とかユニクロがあるウィズ原宿っていうところが目印になります。で、僕が頼んだのがカモミールティーですね。なんでこんな暑いのにホットのティーにしたのかちょっとわからないんですけど、ちょっとコーヒー飲み飽きたので、ちょっと紅茶にしようかなって思います。はい、4つ目の場所はですね、渋谷にあるザ・シアターテーブルという場所でございます。はい、もうすでに、ね、ここに座ってる感じ見たら分かると思うんですけど、マジでここめっちゃおしゃれなんでおすすめしたいです。渋谷ヒカリエの11階にあるレストランで、カフェというかレストランですね、完全に。で、もちろん店内も、結構広いし、作業できるスペースとしてあるんですけど、こちらの屋外のテラスが僕はめちゃくちゃ一押ししたいポイントです。テラス席だけはチャージ料が500円かかっちゃうんですけど、払う価値はあるかなっていうぐらいめちゃくちゃ綺麗です。はい、でこれちょっとソファーみたいな、リラックスできる席もあれば、こう作業とかに向いてるテーブル席もあります。で、見ていただいてる通り、東京がこう一面見渡せるので、すごい気持ちよくね、作業もリラックスもできる場所なんじゃないかなって思っております。でこういうとこ来たらやっぱりちょっとお酒飲みたくなっちゃうので、平日なんですけど、シャンディガフを飲ませていただきます。あとねポテトね、ちょっとお腹空いたんで、ちょっと軽食がてらポテト頼みました。いただきます。うめえ。撮影中のシャンディガフほどうまいもんないっすね。はい、5つ目ラストはですね、池袋にあるラシーヌファームトゥーパークという、カフェでございます。ここもすごいんですよ、マジで。後で見せるんですけど、ここ公園と一体化しているようなカフェレストランで、テラス席ももちろんあって、中もすごいおしゃれな場所になっております。店内の雰囲気としては、こうヨーロッパっていうよりは結構アメリカンな感じで、僕今サンドイッチ頼んだんですけど、こういうね銀のトレーに、置くような形のスタイルなんで、すごいアメリカン、ニューヨークスタイルですね。ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、ニューヨークっぽい印象を受けました。で店内もこう木を基調としためちゃくちゃおしゃれな店内で、
すごい過ごしやすい感じになっております。はい、僕が頼んだのが王道のチーズとハムのサンドイッチって感じですね。はい、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、で土日と平日ちょっとメニューが違うみたいなんで、僕土日に前に来た時はこうハラペーニョとかをこうサンドイッチにちょっとカスタムできるみたいな感じだったと思うんですけど、グルメが好きな方はちょっと調べてみてください。でこう店内がおしゃれなだけじゃなくて Wi-Fi と電源が完備しております。ちょっとテラス席はね電源なさそうだったんですけど、2階の席でちょっと作業するスペースみたいなのがあるので、そこでこう充電しながら編集とか作業できそうだなと思いました。ここね本当にここはね多分今日紹介して5つの中で一番平日なのに混んでるんじゃないかなっていう感じですね。見て分かる通りね本当に人が多くてすごい人気の多分場所なんですよね。ということで、まあ、最後の場所なんでこれちょっとゆっくりランチして、終わりたいなと思います。はい、ということで僕のおすすめする都内のおしゃれスポット5つを紹介しました。本当にねどの場所も天気が良かったらねもう海外にいるんじゃないかなって思うぐらいおしゃれな場所ですし、こう、まあ、場所によってはねこう電気も Wi-Fi も完備していて あまり混んでないみたいな場所もあるので、本当にね皆さんにねシェアしたいなと思って今回動画を作りました。まだまだね都内にねおしゃれなカフェとかスポットたくさんあるので、まあ、今回は5000だったんですけど、まあ、この企画がちょっと人気だったらまたちょっとこれをシリーズ化して定期的にやっていきたいなと思います。本当にね、カフェで作業するノマドワーカーの人たちにも、良しだし、一人でちょっとまあ黄昏れるというかリラックスする場所にも、いいし、まあ、インスタとかねそういう写真とか動画とか撮る場所としてもいい、もうクリエイターからしてもいいで、まあそうですね、デートとかでもいいんじゃないかなって思うので、彼氏彼女さんいる方ちょっとメモっといて彼氏彼女さんにドヤ顔して紹介してあげてください。ということで、ぜひ参考にしてみてください。一番良かったカフェ個人的にお気になったカフェを、良かったらコメント欄で教えてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。